Let's go。 千代田区猿楽町にある女坂。この坂もまた実に走りたくなる坂である。美味しさを表す要素の中で食感表現はかなり重要な役割を果たします。諸外国と比べ日本は食感を表す言葉がかなり豊富なのだとか。例えばこちらのお好み焼き、おろした山芋と新鮮な卵で焼き上がり、ふわふわ、粉は少なくキャベツは多めでザクザク、カリッカリの自家製カスタマを使用し、芳醇な出汁入り生地でとろーり。さらにこちらのとろ玉焼きそば、絶妙なタイミングで茹で上げた釜揚げ麺はもっちりとしたコシの強さが特徴。とろとろの半熟卵を乗せたら出来上がり。たまりませんね。その他にもステーキ、海鮮焼き、もんじゃ、お鍋やデザート、食欲をそそる食感が味わえるお好み焼き本舗の80品食べ放題。はい、ここで